世界初のジャムパンの中身はアンズジャムである早口言葉でおなじみの東京特許許可局というものは存在しない日本のお金のうち紙幣は 日本銀行が発行しているため日本銀行券であるが効果は日本政府が発行しているため日本銀行の記載はない物事がなし崩しに進むのなし崩しは決まり事が 曖昧なまま流されるままに進むという意味ではなく物事を少しずつ済ませるという意味である緑色を見続けても視力は回復しない。 最大の恐竜は50トンの体重であったホルンは世界で一番難しい金管楽器としてギネスブックに掲載されている夏目漱石の「 我が輩は猫であるのモデルは、明治37年夏目家に迷い込んできた一匹の黒猫だと言われている。この猫は小説が完成した翌年の明治41年に死亡しているが、小説と同じように最後まで名前を付けてもらうことがなかった。 熱蔵の本来の正しい読み方は、熱蔵ではなく、捏蔵。でっちあげるを漢字で、熱蔵の熱にあげるで、でっちあげると書くことから、語読が定着したということだ。遺灰を宇宙に巻く宇宙層がある。 英国では母親の4分の1がシングルマザーであるウグイスの頬補欠魚のーは息を吸うときの声であるクジャクのオスは 羽にある目玉模様の数の多い方が持てる。最新のハサミにはベルヌーイの螺旋が応用されている。ベルヌーイの螺旋はオウムガイの殻や台風の渦など。これを使うことで。 ハサミが根元でも刃先でも同じように切れるのだという知らない人を当選簿すると軽犯罪法が適用される「少年サンデー」や「 ビッッッグコミックスピリットなど小学館が発行する漫画は他の出版社と違って吹き出しにく読点が用いられている排水口のぬめりはふんわりと丸めたアルミホイルを受け皿に入れておくだけで。 防ぐことができる世界一硬いダイヤモンドでも金槌で強く叩くと割れる切れない電球は作れるだが作ると売れなくなってしまうため 作らないスマップの中井くんとセイン・カミは同じ小学校出身であるおもちゃ黒ひげ機一発は本来は剣を刺して 黒ひげのキャラクターを飛び出させたものが勝ちになるゲームしかし飛び出させた方が負けになるというルールに変わったきっかけはテレビ番組クイズドレミファドンの影響である馬券の正式名称は勝馬投票権である シャンプーとコンディショナーは似た形の容器に入っているが見なくても容器を触れば違いがわかるシャンプーの上部と横にギザギザの刻みがついていることがその違いで JIS 規格の基準となっており日本製品はどのメーカーでもギザギザがついている どんなに頑張っても肘を顎につけることはできない「タンギー爺さん」や「ひまわり」などで知られ1990年には125億円というオークション史上最高値で落札された石・ガシェの肖像を描いた。 世界的な画家ゴッホであるが生前に売れた彼の絵は「赤いぶどう畑」という作品ただ一つである富裕層とは年収1,000万円以上もしくは金融資産3,000万円以上の層を指す。 運動した直後のお風呂はダイエット効果が減少する映画「ボディーガード」の主題歌でラブソングの定番ホイットニー・ヒューストンのヒット曲「I Will Always Love You」は「さようなら」。 お互いに必要じゃないことを私たちはわかっているという歌詞が出てくる別れの曲であるトランプのスペードは剣、ハートはコップダイヤは貨幣、クラブは棍棒を意味する。 三井不動産が展開するラ・ラポートは、一号店が船橋の1981年に海に近い埋め立て地に開業したことから、フランス語で港を表すラポートにちなんで命名された。しかし、フランス語で港は正しくはルポートである。 寿司のネタで知られるカンパチは目と背びれの間に八の字の黒い線が入っており間に「蜂」からその名前がついたマザー牧場の羊の群れの中にはヤギが一頭混ざっている。 子どもが買った宝くじが当たった時親に使う権利はない自動販売機のボタンを二つ同時に押すと必ず左側の商品が出てくる。 音楽の時間で習う一般的な音の名前、ドレミファ・ソラシはすべてイタリア語である。日本語で表すとハギホヘ・トイロ。ドレミの由来はグイード・ダレッツォが作曲したヨハネ・サンカという曲の歌詞の頭文字を取ったものである。 アイスコーヒーは大正時代に日本人によって考案されたそのため海外でアイスコーヒーが飲めるのは逆輸入ともいえるファミコンの「スーパーマリオ」には「マイナス一面」がある。 火事の消火に使った水道料金は水道局が負担している神社の狛犬は犬ではなく獅子である現在フルートは金銀 プラチナなどの金属で作られているが金管楽器ではなく木管楽器に分類されている円周率を4と強引に決めた地域がある武器を 湿気から守るための包装フィルムをレタスを包んで使ってみると便利だったことから食品包装用ラップとして発売されることになったこのアイデアを考えたのがサラとアンという女性だったことからサランラップという商品名が生まれた カモノハシは哺乳類だが、卵を産む。五円玉に穴が開いている理由。当時の日本は猛烈なインフレで、急激な物価上昇のため、効果を大量に発行しなければならなかった。そこで、 原料を節約するために、5円玉に穴が開けられた。50円玉に穴が開いている理由50円玉にはもともと穴がなく、100円玉と50円玉で大きさや見た目がよく似ているという問題点があった。 紛らわしさを解消するために1959年からデザインが変更され50円玉に穴が開けられた焼肉の食べ放題は肉 2kg でだいたい元が取れる。 学校の音楽室などに飾ってあるベートーベンの肖像画はひどく不機嫌な様子で描かれているがこれはその日に家政婦が作った料理がとてもまずかったためであるロマンティックが止まらないの ヒット曲でおなじみのバンド CCB CCB CC はココナッツボーイズの略である酒の名前の由来は身が裂けやすいことから来ている ネギの白い部分は根ではなく葉っぱ土に埋まって木に当たらないため白くなる体が太る順番はお腹背中お尻腰太もも首の後ろ二の腕 ふくらはぎ足首顎、頬の順番に太っていくそばは心臓病を予防するといわれているビタミン B 群や心臓病動脈硬化高血圧など生活習慣病を予防する ポリフェユールの一種ルチューブで初めて公開された動画は立ち上げメンバーのカリム氏が動物園のゾウの前で19秒間話すという内容であった。 日本人は農耕民族であり、欧米人は狩猟民族のため、文化が違うとよく言われるのは誤りで、世界中のどの地域のどの民族も、安定した食料確保のために、狩猟生活から農耕生活に変化してきたという歴史を持つ。 輸入の本来の正しい読み方は「主乳である福沢諭吉の「湯」の字と混同された孤読が定着し輸入となった妊娠の期間は通常40週間とされる妊娠の期間を表す言葉として とき月十日という言葉があるが四十週を計算すると十か月と十日ではなく九か月と十日である耳に指を入れるとしゃっくりが止まる 冬の雷は地面から上空の雲へと上に伸びる。円周率の中には0。123456789と数が並ぶところがある。 8試合で208点も入れられたゴールキーパーがいる飛び職は英語でスパイダーマンという島根の懸命の由来は島上の根の地形からである。 もともとは、島根の島は、山がついた方の島で、島根と表記されていた。犬の鼻の穴は小さく、呼吸がしにくくなってしまうため、鼻毛は生えていない。 ビーフステーキのことをビフテキとも言うが、ビフテキは実はビーフステーキが略されたものではなく、フランスからイギリス風のビーフステーキをビフテックと紹介され、日本でそれが転化したものとされる。 サンタの服が赤いのはコカ・コーラの CM からであるサイダーは炭酸水に香料や砂糖を加えたものソーダは水に炭酸ガスを入れたもので味のしない純粋な炭酸水を指す。 マウスの移動距離の単位はミッキーであるバカボンのパパは植木仁と,と同じ生年月日である鳥取の県名の由来は「古事記の時代に。 神聖化されていた大白鳥を捉らえて頂点に献上していた職業鳥ト,トリの人たちが住んでいた力とされる猫の漢字に「苗」という漢字が使われているのは苗の中国語発音が「病う」で。 猫の鳴き声に似ているからとされる。相撲で東と西が分かれる理由は江戸時代は個人戦ではなく東西対抗団体戦であった名残である。東西の分かれ目はこの絵だったとされる。 南向きの天皇から見て左が優位という考え方から相撲では東の番付の方が格が上とされる世界で一番巨乳が多い国はイギリスで女性の57%がティーカップである。 ギリシャ文字のゼータはアルファベット最後の文字である Z に形状と読み方が近いがギリシャ文字では6番目の文字であるのしは本来はアワビの肉を干したのしアワビを包んだものであり昔は ケージに海産物を送る習わしから昆布や鯛などを添えていたことが由来となる。熱にうなされるのうなされるは思わず苦しい声を出すという自然的な行動を指し何かにさせられる意味ではない。 したがって熱でうなされるが本来は正しい石川の県名の由来は現在の川の川底に小石が多いことから石川村という集落があったことからとされるもともとは 金沢県という県があったが、県庁を金沢から当時の石川郡に移した時に、県名は現在のものになったとされるが、再び県庁が金沢に戻っても、県名は変更されなかった。 ハワイのホノルルは、花にジョウルリのルが二つ続いて、ホノルルという漢字が当てられる。スイカ、メロン、イチゴ、パイナップル、バナナは、分類的には野菜である。 苗字と聖のもともとの違いは、苗字は家を区別するために勝手に名乗っていたもので変更ができる名前に対して、聖は天皇から直接名乗るように言われたもので勝手に変更のできない名前である。現在ではその意味は薄まっているが、 公文書では基本的に「正」という言葉が使われる。国技とは国家機関が正式に国を代表するスポーツであると定めているスポーツを指し法律的に国技を定めているのは12か国しかない。 日本はそのような法律などは制定されていないため相撲は国技とは言えない鹿児島の県名の由来は神話の神様が乗った船が加護山で作られたという説桜島がそもそも鹿児島 という名前で呼ばれていたという説など諸説ある花札には月の札があり十月を示す札は鹿がそっぽを向いている様子の絵が描かれているこの札を鹿に十と書いてそっぽを向くことを しかとというようになった漫画「奥との剣」の作者である原哲夫とお笑い芸人の深川亮はいとこ関係である空港の滑走路は 水平ではなく両側から中央に少しずつ盛り上がっている雨の日にタイヤで走行するとブレーキが効きにくくなるハイドロプレーニング現象を防ぐためと言われる事実が明るみになったというように 明るみになるとはよく使われる言葉だがこの表現は間違い明るみは明るいところ自体を指しそこに出ることで物事が明らかになることから明るみに出るが正しい将棋もチェスももともとは インドのボードゲームチャトランガが起源とされる。日清食品、日清オイリオ、日清製粉の三社はグループ企業でもなく全く関係のない別企業である。設立者も社名の由来も歴史も 何もかも違うマウスの移動距離の単位はミッキーである居眠りしている時にビクッとなる現象の名前はジャーキングである 力士は外を歩くときや取り組みが終わった後は浴衣を着るが、よく見ると力士のしこ名が入っていることがわかる。当然自分のしこ名かと思いきや他の力士の名が入っている浴衣を多く見かける。これは 自分のしこなが入った浴衣を作った後、他の力士と交換し合うのが恒例となっているためで、自分のしこなが入った浴衣を着ることはほとんどない。金メダルは銀メダルでできている。 ドイツでは法律上14歳からビールを飲んで良いことになっている。第一次世界大戦中の徳島県のバンドウトリコ収容所でドイツ人捕虜によりベートーベンの第九が演奏されたことが 年末に大工が風物詩になったきっかけである洗剤は目安量より多く入れても意味がないダスキンの社名には「脱皮」。 という意味が込められている。皮は英語でスキン。脱スキンでダスキンになった。卓球の選手が台を触る理由。卓球の試合中、選手がネット際の台の上に手を開いて、 ぺたりとくっつける真意を見かける。これは、ルールで、合計得点が6の倍数の時しかタオルを使えないため、それ以外の時に手の汗を拭くために行っている。アントニオ猪木のテーマには歌詞がある。 一瞬を意味する刹那を数字で表すと七十五分の一秒である武家社会における幕府という言葉は明治時代の論文にて初めて登場し歴史学術用語として定着したため 鎌倉幕府や室町幕府江戸幕府は当時の人は一切使ったことがなかった江戸時代の人々は幕府のことを大公儀と呼んでいたとされるアスナロ白書などで使われるアスナロは 植物のアスナロのこと、ヒノキに似ているが、ヒノキほどは大きくならない特徴から、翌日にはヒノキになろうとしているという意味が込められて、アスナロと呼ばれるようになった。成長へ強い意志を持つ言葉として、団体名などにもよく用いられる。 日本人の多くがイメージする広大なサラサラとした砂地が広がる砂漠の砂は正しくは山水に少ないと書いて砂と書く砂の方の砂漠が日本人に浸透したのは山水の方が東洋漢字に入らなかったためである 消火器の対応年数は5年から10年で、それを過ぎたものは破裂して危険である。消火器は設置台に置かれているが、直接地面に置いてしまうと、地面からの湿気で底が錆びてしまい、破裂の危険性が高くなる。錆びている消火器には、 不用意に触らないことだ。東京都の世田谷区の由来は諸説あるが、狭い谷が大市という意味の瀬戸が転じて、瀬田となったという説と、多摩地方の昔の地名である瀬田に含まれていたから、 という説がある。性的に刺激の強い映画カリギュラがボストンで上映禁止になったが逆にボストンから他の町の映画館に行く人が多くなってしまったことから人は禁止されるほど そのものに興味を持ってしまうという現象をカリギュラ現象と呼ぶようになった。1894年に一度だけ国会は東京ではなく広島で行われた。 カメラメーカーニコンの社名は、旧名の日本工学工業株式会社の略称である日光に N を付けたカメラ製品名からである。アメリカでは NIKON ニコンのスペルでナイコンと呼ばれることもある。 飛行機の離陸の際の操作は、エンジンのパワーを上げることと、加速した時に操縦桿を引くことであり、その二つの操作さえすれば、誰でも飛行機を浮かせることができると言われる。ただし、飛行中や着陸の時は、高度な技術を要するため、 やはり誰でも飛行機を操縦できるわけではないホラー映画、リングのテーマ曲は「来るきっと来る」という歌詞ではない正しくは「おうきっと来る」簡単詞の「おう」が使われている オセロは、長谷川五郎という人が小石を使って、囲碁の簡略版として作った遊びから始まった、日本発祥のゲームである。シェイクスピアの戯曲、オセロで、敵味方が目まぐるしく寝返るというストーリーになぞらえて付けられた。オセロの版が緑なのは、 草原を表しているという。グリコのマークの陸上選手は日本人ではなく現在のアジア大会でフィリピン代表として優勝したカタロンという選手がモデルである。その後次第に ベースは崩さず日本人の要素を含めてアップデートしていったため原型からはもう遠いという魚は痛みを感じる通点がないため釣り上げた時針が口の中に刺さっていても 痛さを感じて暴れているわけではない。ウミガメが産卵の時に涙を流すのは、体の不要な塩分を排斥するためで、産卵以外の時も涙を流し出している。 熱いお風呂に入るということは、体に新陳代謝を強制的に行わせることと同意で、そのエネルギーは15分お風呂に入ると 1km 走るほど消費する。アメリカ大統領だった。 ルーズベルトが趣味の熊狩りの際、怪我をした子熊を逃がしたというエピソードから、ルーズベルトの愛称であるテディーを冠した熊のぬいぐるみ、テディーベアが誕生した。三菱鉛筆は、 三つのひし形を組み合わせたロゴマークを使用しているが、三菱グループとは無関係である。野球のバックスクリーンに観客を入れない理由は、ピッチャーから投げられるボールがバッターや審判に見えやすくするためである。 竹内力は元銀行員である。全国的に多い名字の安倍は、現在の奈良県桜井市周辺の安倍地域を治めていた皇族安倍氏からである。区別のために、 漢字を異なるようにしたが、ルーツは同じであった。会話の中で、相手の話に声を出して、軽く返事をすることを、合図を打つというが、これは、鍛冶師が刀を叩いて鍛える間に、 弟子が土という道具で軽く叩く様子から生まれた言葉である。入院費の基準は各病院によって異なり、一般病棟の入院時の基本料金は患者数に対する看護師の割合で決まっている。 漫画で寝ている時の擬音ズズズが世界中に広まったのはフィリックス・ザ・キャットからであるできちゃった結婚のことをアメリカではショットガン結婚と表現する嫁の父が怒って ショットガンを持って乱入してくることからであるラグビーの醍醐味得点シーンのトライなぜゴールではなく挑戦という意味のトライと呼ぶのかこれは昔トライした時は 得点は入らず、ゴールキックの挑戦権を得るだけだったためである。しかし、トライした時の方が盛り上がるという理由により、現在ではトライで5点、その後のゴールキックで2点になっている。 秋田県では、修学旅行生の安否が CM で流れる。お祭銭では、五円があるようにと五円玉をよく使うが、逆の演技担ぎとして、十円玉は、投円とされ、円が遠ざかるとされる。 医者や看護師は脈拍を測る時こっそり呼吸数も測っているビーズは昔エーズという名前であった日本の野球場はべて 同じ方向を向いて立てられている。それは、ルールブックに、本類から投資版を経て、二類に向かう線は、東北東に向かっていることを理想とするとあるためである。 ウルトラマンと仮面ライダーは握手をしたことがある。歌舞伎役者七代目市川團十郎の得意な演目は十八個あり、その台本は常に箱に入れられていて保管されていたという話から、 得意なことを十八番と書いてお箱と呼ぶようになった。自動販売機に千円札二枚を入れて返却レバーを下げると一枚はお札もう一枚は小銭で戻り両替えすることができる。 力士が取り組みの際、回しの下からぶら下げている下がり。もともと力士は、現在で言う化粧回しのようなものをつけて相撲を取っていたが、あまりにも邪魔だったため、現在のように簡略化されたものとなった。 トーラから着色料を抜くと緑色である東京から大阪までつないでいる国道1号は最初は東京から伊勢神宮を結ぶ道であった。 医者の手術着が薄い青色や緑色。看護師の服がピンク色の理由。手術の時、血や臓器を長時間見続けることになる。赤いものを見続けると、白色のものを見た時、青緑色の残像が見える現象が起こる。これを、 残光と呼び、これらにより、手術の医療ミスの危険性が高くなる。看護師の服は、白ではなくピンクだが、看護師が白衣だと緊張してしまい、血圧を測るとき、高血圧の数値がよく出るためである。 床屋のサインポールの三色は赤は動脈、青は静脈、白は包帯を表している。新体操とは1963年に機械体操から独立した際に付けられた名称で、 それ以前は携帯器具をもってする音楽伴奏団体演技というとても長い名称で呼ばれていた埼玉県は人口100人あたりの自転車保有数第1位である 江崎きグリコのロングランヒットお菓子ビスコはビスケットに酵母が入っているという理由で名付けられた保険証を見ればどのような職業かわかる保険者番号の左から二桁がオ別番号と呼ばれ 職業を表す。国民健康保険の場合は、この二桁がない。01は、中小企業の会社員。02が、船員。06、大企業会社員。07、自衛官。31、国家公務員。32、 地方公務員33警察34学校職員39後期高齢者である中華料理店の回転テーブルは日本生まれである。 レモン味のアリがいる日本の五百円玉は流通する硬貨の中で世界一価値が高い硬貨であるデジタル体温計で 正確に測る方法は10分ぐらい測ること。1、2分で検温測定できる体温計は予測式体温計といい、体温を測って10分以上で最高温度に達することが多いため、デジタル体温計で正確に測るためには、 10分ぐらい測るのが良いアニメドラゴンボールで孫悟空とピッコロが天下一武道会で戦うシーンでは掛け合う言葉が枯渇してしまった結果スタジオで目に入ったピアノや茶碗などを叫び 実際にそれが放送された。一分間に二回ほどの咳が一時間以上続くと、ご飯一杯分程度のカロリーを消費する。 思いのままに活躍できる場面という意味の独断上は実は漢字を間違えており本来は独断上の段は手辺で独占状とするのが正しい段と線が似ていることから多くの人が独断上と勘違いしたとされる シップをはがしてか出すると危険な場合があるシップ薬として処方されることが多いモーラステープモーラステープにはケトプロフェンという痛み止めの成分が含まれるケトプロフェンが含まれる湿布は紫外線と反応して 光線過敏症という副作用を引き起こすことがある。光線過敏症は、湿布を張っていた部分に紫外線が当たることで起こる一種のアレルギー反応で、湿布を張った肌の部分が被れて赤くなったり、かゆくなったりするものである。 ケトプロフェンを含む湿布の場合、湿布を剥がして、四週間ほどは長袖などを着て、直接紫外線に当たることは避けた方が良い。ゴルフやテニスをする人は、より注意が必要である。ジョニーデップは、 対ピエロ恐怖症である。日本の監修では、一郎や太郎という名前は、長男につけるのが普通だが、マリナーズの一郎こと鈴木一郎は、次男である。 肘がジーンとするあの場所の名前はファニーボーンである。錠剤が一条ではなく二条セットなのは誤飲を防ぐためである。 太平洋の海水より大西洋の海水の方がしょっぱい。伝統と権威のあるテニスのウィンブルドン大会。もともとはクリケットの原型クロッケーのクラブが 壊れたグランド整備のローラーの修理費を集めるために気軽に開催したのが始まりであるタイの軍人はくじ引きで決まる福井県は共働き率 全国一位である楽譜には「文法庫という記号がある世界中のあらゆる言語の中で最も多く使われる単語は「座」である。 英語圏の人々はこの単語を一日あたり約八十回使用する。うさぎは人間と同じく指紋がある。ただし、その模様は肉眼で見ることはできず、指紋認証には使えない。 ポーランド語には、シュチュという発音があり、この音を発する言葉がたくさんある。日本語に直訳すると、スチュウという漢字だが、日本語には存在しない音である。 クラゲの中には自分で光を発する種類もあるこの種類のクラゲは発光クラゲと呼ばれ夜に海に入るととても幻想的な光景を見ることができるビートルズの楽曲 イエロー・サブマリンは実はイギリス海軍の軍歌が元になっている作曲者のポール・マッカートニーは子供の頃にその軍歌を耳にして覚えていたハワイにある ボルケーノズ国立公園には、世界でも珍しい流れる溶岩を歩いてみることができる場所がある。ただし、非常に危険なため、専門のガイドがついていないと入ることはできない。 コーヒー豆に含まれるカフェインは昆虫を駆除するために植物が作り出す物質である。つまり、コーヒーを飲むことで私たちは実質的に昆虫を駆除するために作られた化学物質を摂取していることになる。 インドにはスパイス専門の市場がある。その名もスパイスバザールと呼ばれ世界中から人々が訪れる。チューリップはもともと中央アジアの草原地帯に自生していた花である。 17世紀には、オランダでチューリップの品種改良が進み、非常に高額で取引されるようになった。アリの中には、他のアリを奴隷にする種類のアリもいる。このアリは、奴隷アリと呼ばれ。 他のアリの巣に侵入し、そこで働くアリを捕まえ、自分たちの巣に連れて行く。アルファベットの Q は英語の中で最も使われることが少ない。 リンゴには実はカフェインよりも覚醒作用の強い成分が含まれているカフェインより長い時間覚醒時間が続くと言われているのだブラジルには世界で最も広い砂漠。 リアカイオ砂漠がある。この砂漠は、面積がヨーロッパの国々を合わせた面積よりも広く、非常に厳しい環境に生きる生物が生息している。世界最古の職業はカリウドである。 人類が生まれた当初は狩りをして生きていくことが必要であったため狩人が最も古い職業なのだブルドッグの顔には多くのたるみがあるこれらのたるみは 相手の攻撃を受けた時相手の噛みつきへの防御機能とされている人間は一日に平均で2万回瞬きをしている。 バターという言葉はギリシャ語で「乳汁」という意味があるバターは牛乳から作られるためこの名前が付いたとされているアルパカは顔を近づけられることを好まない動物で 彼らの毛を刈るときは首に毛布をかけて顔を隠すことが必要である。ヨーロッパという言葉は古代ギリシャ語で広い顔を持った女神という意味がある。これは ヨーロッパの形が美しい女神の顔に似ているということから名付けられた。オウムは人間と同じように言葉を覚えることができる。その中でもアフリカオウムは もっとも言葉を覚えるのがうまいとされているミシンの針は1分間に1,000回程度針穴を通るアルマジロは 自分の体を丸め敵から身を守る防御機能があるがあれは背中の骨が変形しているバンクーバー島には世界で最も大きなツツジの木があるこの木の高さは 約40メートルにも達し、幹の周りは15メートル以上もある。テネシー州では法律で魚を捕まえるために投げ縄を使うことが禁止されている。 ペンギンの足は熱を逃すために足の表面がピンク色になっているこのピンクの部分を熱交換器と呼び体温を調整するのに役立っているのだインドの首都デリーは インド最古の都市であるデリーの歴史は紀元前6世紀にまで遡るキリスト教徒は紀元前1年から紀元1年の間にキリストが生まれたと考えているしかし 現在の研究によるとキリストが生まれたのは実際は紀元前4年頃だったとされているカンガルーは尻尾を使ってバランスをとっている前足を使って移動するため 尻尾がバランスを取るために重要な役割を果たしているのだ。フランスの国民的アイス、バニラアイスは、実は、バニラビーンズから作られていない。代わりに、 合成香量を使っていることが一般的である。ポルトガルの首都リスボンには、最も古い図書館の一つ、ジョアンデ・カストロ図書館がある。この図書館は、 1725年に設立され、約5万冊の貴重な書籍を所蔵している。イルカは眼球を動かすことができるが、動向を拡大することができないため、水面から外の景色を見るために、 頭を上下に振ることがあるカメレオンは環境の変化に合わせて色を変えることができるしかし一般的な誤解としてカメレオンが色を変えるのは 周りの環境に期待するためだと思われているが実際には感情やコミュニケーションのために色を変えることが多いとされているのだ火星は地球よりも3分の1程度の重力しかない。 このため火星に行く場合人間の筋力や骨格に影響が出る可能性があるロシアのサンクトペテルブルクには世界最大の美術館 エルミタージュ美術館があるここには約三百万点の美術品が展示されている日本のお茶は中国から伝わったとされている日本人が最初にお茶を飲んだのは 平安時代の末期である12世紀頃であったインドネシアのジャカルタには世界で最も混雑する交差点の一つバンダン交差点があるここは 一度に数千台の車が通行するため、非常に渋滞が多いのだ。イギリスのチェスの大会では、女性が参加するのは1976年まで禁止されていた。 ビッグバン理論が提唱されるまで宇宙は永遠不変であると信じられていたアメリカのウィスコンシン州には世界最大のチーズである2.5トンのチーズがある。 ドイツ語でシュタイフェルと呼ばれる、急な階段が多数存在する丘の多い地形のことをシュツットガルト式と呼ぶ。フランスの女性哲学者シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、 女は人間ではなく女であるという言葉で知られているアメリカのコーラメーカーコカ・コーラは創業者のジョン・ペン・バートンが ペンバートンの神経競争剤として販売していたものが元となっている。過去の日本では男性は服を左から着る、女性は右から着るという風習があった。 6本以上の指や足を持つ生物をポリダクティルというフランスの有名な美食エスカルゴは本来凶悪な毒を持つ種類のカタツムリを食べることから 毒を抜いた後に調理されたものであると言われている。トム・クルーズは本名ではなく、本名はトマース・クルーズ・マップザース四世である。 世界で最も古い銀行はイタリアのモンテ・デイ・パスキ・デイ・シエナである。この銀行は1742年に設立され現在でも営業を続けている。 ロシアの首都モスクワにある赤の広場はロシアで最も有名な公共の場で歴史的建造物クレムリンやセントバシル大聖堂があることで知られているサウジアラビアの メッカはイスラム教徒にとって最も聖なる都市で毎年数百万人の巡礼者が訪れる。インドの首都デリーには世界で最も混雑した鉄道駅の一つ、 アムリッツァル駅があるこの駅では一日に約18万人の乗客が利用する世界で最も古い聖書はイギリスのオックスフォード大学に所蔵されている。 コデックスシナイティクスと呼ばれるもので紀元四世紀に書かれたものである。チューインガムはアメリカの科学者トーマス・アダムスがチークの樹液から作り出した。 モノポリーのもともとの目的は不動産投資による資産形成の教育でありゲームを通じて財務計画を学ぶことを目的としていたスノードロップは 暖かくなると開花する最初の花で春の到来を告げる象徴的な花として知られているシャンパンに含まれる二酸化炭素の圧力はタイヤに含まれる圧力と同じくらいで 1> 1気圧圧以上の圧力がかかっているインド洋という名称はインドと東アフリカの間にある海に由来するが実際にはインドよりアフリカの方が近くに位置する。 エスカレーターという言葉は、もともと商標名であったエスカレーターコンベヤーから派生したもので、正式名称は自動歩道である。ダイヤモンドという言葉は、ギリシャ語の不動のもの。 アダマスに由来する現代の猫の祖先はエジプトで神聖な存在とされていた野生のアフリカゴールデンキャットである。 酒は生まれた川に戻るためにじじきを使ってナビゲーションをしている19世紀後半にはアメリカ合衆国の多くの都市で公共の場で女性の喫煙が禁止されていた。 ラバは毛皮に皮や塩を塗ることで自分自身を虫や蚊から守っている。リンカーン大統領は法律で正式に独立記念日を祝日に設定した。 2000年代初頭フランスで1年にわずか1週間しか働かない町があると報道されたニュージーランドには人口よりも多くの羊がいると言われている。 イギリスのロンドンにあるセント・パンクラス駅には2つの時計があり1つはグリニッチ標準時もう1つはブリュッセル標準時を示す一日あたりに生産される 世界中の餃子の総数はおよそ4,500万個に達するとされている人は生まれた時はおよそ300の骨を持っているが成長するにつれ206本の骨になる。 トマトケチャップはもともとは中国から伝わった醤油の一種であった。アメリカ合衆国には法律によってアイスクリームの上にシロップをかけることを禁止する州が存在する。 ローマ時代の軍人たちは砂漠で水を見つける方法としてラクダの胃袋を使っていた。ルービックキューブはハンガリーの建築家エルノー・ルービックによって考案された。 アメリカ合衆国テキサス州には世界最大のボウリング場アラモダウンズボウリングセンターがあるカナダのイエローナイフ市では毎年1月に キャビンフィーバーデイズという祭りが開催され、競技としてトイレの中で釣りをするフローズントローリングが行われる。ワインの色が赤、白またはロゼである理由は、 ブドウの皮の有無と発酵の長さによって決まる。アイスクリームは古代ペルシャの貴族が雪や氷に香料や果物を加えて作ったシャーベット。 というデザートから発展したといわれているピーナッツバターはアメリカで生まれた食品で20世紀初頭に発明された。 アヒルは毛の油分が非常に高いため水から出る際水がついていても体が濡れることはほとんどないギネス世界記録には様々な種類が存在するが中でも最も古い記録は 1955年の世界で最も長い耳を持つウサギというものである。キウイはニュージーランド県産であり、日本ではキウイフルーツと呼ばれることも多いが、 ニュージーランドではキウイと呼ばれているメキシコのクリスマスではピニャータと呼ばれる紙製の容器を吊るす子供たちは目隠しをして棒でピニャータを叩き キャンディーやおもちゃが飛び出してくるのを楽しむのだパリのエッフェル塔は最初、期間限定で建てられたものであるしかしその後人気が出たため解体されることなく 残されることになったのだクジラには胃が四つあるコウモリは目が見えなくても音で 周囲の位置関係を把握することができる。電車の鉄道に使われるレールは一般的に一本あたり20メートルから25メートルの長さである。 エビは水槽などで同じ種類の仲間と一緒にいると色を変えてコミュニケーションをとることがあるスウェーデンには一つの単語で特定の時間にコーヒーとお菓子を楽しむこと を表すフィカという言葉があるスマートフォンの画面に表示される文字や画像は微小な光の点ピクセルが集まってできている。 人間の目には色を感知する三種類の水体細胞と明暗を感知する一種類の肝体細胞があるパスタはもともと中国で発明されマルコ・ポーロが イタリアに伝えたとされている。「ワニの目の中には光を反射して夜間でも獲物を見つけることができるタペタムソウという特殊なソウがある。 モルモットは歯が4本しかないため食べ物を食べるのに時間がかかるアルバート・アインシュタインはパンツのベルトを締めずに過ごすことが好きだったそうだ。 リンゴの種は大量に摂取すると有毒になると言われている。ビートルズのイエスタデイという曲はもともとスクランブルエッグというタイトルで作られていた。 ドル箱にはその年の製造年が刻印されているランドセルの起源は約400年前のフランスの学生が使っていたカバンに由来する。 カナダの国旗にはカエデの葉っぱメープルリーフが描かれているエアコンの温度調節の基準値は1970年代に発表された。 日本の建築基準法に基づいているアーモンドは桃やプラムの種子から作られる。 金魚の記憶力は3秒が限界と言われているが実際には数ヶ月の記憶力がある馬は嘘をつくことができない嘘の行動をとることができる動物は人間 猿、犬だけであるアイスクリームコーンはアメリカの1904年の万博で初めて発売された。 ロシア語には母音が6種類しかない。そのためロシア人は英語を話す際母音の発音に苦労することがある。スペイン語でありがとうという言葉は ラテン語で「謝罪することを意味する言葉」と同じ語源を持っている地球上に存在する水のうち97.5%が海水塩水である。 残りの2.5%が淡水で、淡水の70%が南極や北極地帯の凍結した水であるため、その残りしか私たちは使用できない。 我が輩は猫であるという小説で有名な夏目漱石は、本名を夏目金之助と言い,い、幼少期には夏目三郎と名乗っていた。ブロッコリーは、 同じ植物科に属するカリフラワーと同じ根から生えたものである。パンダの赤ちゃんは生後一週間くらいまで目が開かない。 キノコの,えのきだけは、石灰岩の洞窟内で育つことが多く光が当たると育たないことから洞窟キノコとも呼ばれることがある。 日本の初代内閣総理大臣伊藤博文は死後に自分の頭蓋骨を骨壺に入れて保存するよう遺言を残したその遺骨は現在東京都千代田区の靖国神社内にある伊藤博文遺骨堂に収められている カナダにあるハドソン湾の一部には夏になるとある種のカラフトマスが大量に集まって産卵を行うその結果その湾には約2億匹ものカラフトマスの卵が産み付けられるため空から見ると湾の水面が 赤く染まる光景が見ることができる。人間が発明した最初の爆弾は中国の東大に発明された黒色火薬であった。この火薬は砲弾や ロケットの推進剤として使われるようになり後に爆弾の原材料としても使われるようになったライオンのほとんどが人間が目の前に現れた時尻尾を下げることがある。 これは彼らが人間を恐れていることを示すサインである。世界最大の飛べない鳥はニュージーランドのモアという鳥であった。彼らは 1800年代に絶滅した赤い靴下はアメリカ合衆国の海軍によって発明された海軍兵士たちは暗い船の中で 靴下を紛失することが多かったため明るい赤い靴下を使うことで靴下を見つけやすくなったのだ米国のお菓子クラッカーは19世紀に英国で発明された。 その名前の由来は、狩猟中に使われる爆竹に似た音を立てることから来ている。世界最大の雪だるまは、2008年、米国のノースダコタ州で作られた。 高さは37メートルで、重さは約1万トンにも及ぶシンデレラ城はディズニーランドの中で最も有名な建物だがシンデレラ自体は城に住んでいない。 ハワイアンピザという名前のピザはカナダで生まれた世界最古の動物はオーストラリアに生息するケイソウで3億5千万年前から存在している。 フランス語でタンポポという花の名前は忘れな草さという意味である。イヌワシの視力は人間の視力の4倍もある。 1> 1日につき、平均で100本の髪の毛が抜けるとされている「スパイダーマン」というキャラクターは最初登場した時人気がなく結局一巻で終わってしまった。 ヒラニアが人を噛むことは非常にまれである「ラッキーフレーバー」という名前のポテトチップスがある「ラッキーフレーバー」は毎回異なる風味を楽しめるように調味料がランダムに入っている。 ベルギーには、鍋で作ったフレンチフライを販売する屋台がある。ヒヒという言葉は、英語でモノマネをするという意味を持つ。 最初のビッグマックは1967年にペンシルベニア州ピッツバーグで作られた世界で最も古いビールのレシピは紀元前3,000年頃にスメール王国 現在のイラクで作られたものである。クリスマスツリーは16世紀にドイツで始まった伝統で最初に使われた飾りはリンゴであった。 最初のパスワードは1961年に MIT のコンピューター科学者フェルナンド・コルビードによって作成されたパスワードは「コンピュータ」という単語であった。 犬は体重に比例して長生きするという傾向があるアメリカの国立公園イエローストーン国立公園には世界で最も大きな火山口がある。 お疲れ様でしたという言葉が生まれたのは江戸時代に武士たちが戦いから帰ってきた際に使用した言葉からと言われているビタミンという言葉は最初に発見されたビタミン ビタミン B 1が「ビタミン」という名前を与えられたとされているゾウは哺乳類の中で最も長い妊娠期間を持っている約22ヶ月である。 お腹が空いたというとき、実際には胃ではなく脳が空腹を感じている。脳は栄養素が不足していることを感じると自動的に食欲を刺激するのだ。 イタリアでは葬儀の際カンオケを担いでいるのは男性のみである。女性は参列するだけで担ぐことはできない。アメリカが衆国で最も多い姓はスミスである。 ついで、ジョンソン、ウィリアムズ、ジョーンズと続く。日本語の天気は、もともとは天地の様子を意味する言葉であった。その後、次第に天気のことを表すようになった。 リンゴは花粉症の症状を緩和する効果があるとされているクエルセチンという成分がアレルギー反応を抑える作用があるのだという一般的に 右利きの人が死亡したとき右腕を上にして横たえる月面に置かれたアメリカの旗は太陽光によってすぐに退職してしまったと言われている 日本のさくらんぼは世界最高峰の甘みと酸味を持つと言われているきのこは約十万種類も存在し食べられるものとそうでないものがある。 シンガポールの「チリクラブ」という料理にはカニの甲羅の中に入った卵を食べるのが一般的であるスーパーマンの誕生日は1938年。 6月30日である。この日にスーパーマンが初めてアメリカンコミックスに登場した。オーロラは地球の磁気圏に入った太陽風の家電粒子が 大気圏の上層で衝突することで発生する。色は衝突する粒子の種類や速度、高度などによって異なる。パンダは昼間に活動するのではなく夜間に活動する。 夜行性動物であるフィンランドでは住民1人当たりサウナが2つ以上あるとされている。 人間の脳はおよそ1,000兆個のシナプスを持っておりシナプスは神経細胞同士をつなぐ役割を持ち情報伝達に重要な役割を果たすココアパウダーに含まれる テオブロミンという成分は人間がコーヒーや紅茶を飲む時に感じるカフェインと同様の作用がある。しかし、テオブロミンはカフェインより刺激作用が弱いため眠気を覚ます効果はあまりない。 スターバックスという名前はハーマン・メルビルの小説「白ゲに登場する主人公スターバックス船長から名付けられた人間の脳は一日に約7万4000回思考を行う ブラジルの国旗には星座が描かれている「競う天外」という名前の植物が存在する。 サッカーボールは「せっ二重面体」という立体であるエジソンは友人の体内でガスを発生させ友人を宙に浮かせようとしたことがある。 新潟県と山形県の境には日本国という山がある近所の火災が自分の家に燃え移ってきても損害賠償金はもらえない。 電気うなぎはあたまがプラスでしっぽがマイナス。電気ナマズはしっぽがプラスであたまがマイナスである。ゴールデンウィークという言葉は NHK で使ってはいけない。 長崎の平和記念像のモデルはプロレスラーである元禄時代東京と中野区は東京ドーム20個分の犬小屋があった。 ヤップ島では世界で唯一石のお金が通用する北海道ではサンマのせいで道路が大渋滞になったことがある 熊本県では、ありのせいで道路が大渋滞になったことがある。埼玉県には、雨が降ったら水没する駐車場がある。 普通の将棋は40枚の駒を使うが804枚の駒を使う対局将棋という将棋があるヒトラーは第一次世界大戦で 失明していたメガネドラッグのモモちゃんは家来の数のおかげで採用された。 真珠湾攻撃は失敗していた山口県のガードレールは黄色い。 エクアドルの切手には野口英世が書かれているものがある「ドラえもんは原子力で動いている」。 馬は口呼吸ができないため走ると鼻息が荒くなるアメリカでは全米一臭い靴を決める大会がある。 タイのマクドナルドのドナルド像は合掌しているダチョウの脳みそは目玉より小さい。 ゴリラの血液型はみんな B 型である中世ヨーロッパでは女性が男性に告白をする際自分の脇の匂いを染み込ませたリンゴを渡していた。 マンボウは一度に卵を3億個産むニューヨーク近代美術館では間違えて47日間逆さまに飾られていた絵がある。 円周率の中には0123456789と数字が並ぶところがあるローマに本部を置くだけで領土を全く持たない国がある。 ハサミで手招きをして、メスを自分の巣穴に誘い込んで小尾をするカニがいる。韓国では、バレンタインデー、ホワイトデーで何も起こらなかった人たちのための、 ブラックデーというイベントがある中国の「ネイちゃん」という名前の町には「とうちゃん」という川が流れている。 韓国人の名字は300種類ほどしかないパンダが一日中食べている笹の範囲は実はほとんど栄養がない ペリーの本名はマシュカルブライス・ペリーであるコアラは一日20時間以上寝る。 18世紀ミイラは汽車の燃料に使われていたキリンは一日に20分ほどしか眠らない。 ウサギは毎朝自分のうんちを食べる日本の自衛隊は戦車のことを「特車」と呼んでいた。 ハイヒールは糞尿を踏まないために作られた22年間歌詞がなかった国家がある。 豊臣秀吉の右手には指が六本あったインドでは牛の鳴き声が聞こえる距離を長さに使っていたことがある。 日本のお札にはそれぞれ小さくカタカナで「ニ・ホ・ン」の文字が隠されている大人より赤ちゃんのほうが骨の数が多い 禁煙を開始する前の最後の一箱は普段とは違うまずい銘柄にすると成功率が上がる閉店間際のスーパーで 総菜の値引き額が半額以下にならない理由は、あまりにも安くしすぎると値引きを当てにする人が増え、低価で売れなくなってしまうためである。 エッフェル塔の長さは気温によって最大30センチほど変わる世界最長のドラマは43年間続いている アイスランドにはサガエ f m という FM 局がある南北で 162km ある村が日本にある。 マグニチュード6以上の地震の2割が日本で起きている漢字を部首別に分けたときもも多いのは草冠カンムリである。 全長3.4キロのそうめん流しが行われたことがある。オリンピックで陸上競技を最後にするのは閉会式を寂しくさせないようにするためである。 ギリシャは陸用と海用の二つの国旗を持っているロビンソン・クルーソーはダイヤをたくさん見つけて大金持ちになった。 ミッキー・マウスは最初モーティマー・マウスという名前だったくじ引きで決まった将軍がいる。 口も肛門も消化管もない海底のガスがエネルギーの生物がいる暗い部屋で本を読んでも目は悪くならない 毛を剃っても毛深くはならない新大陸を発見したのはコロンブスではなく北欧のバイキングである。 ウサギは寂しくても死なない小児科には年齢制限はない。 ダイヤモンドはハンマーでたたくと簡単に割れるイギリスの正式名称はグレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国である。 シマウマはひひんと鳴かずわんわんと鳴く猫は一生のうちの70%を眠って過ごす。 香港ではネオンサインをめいめつさせると法律違反である頭の良さと脳のしの数はあまり関係がない。 タバコはもともと医薬品だったヨーロッパにも「セイ」が先で「メイ」が後の国がある。 般若は変身途中の姿である。実はゴリラはパーで胸を叩たたいている。 ライト兄弟は実は7人兄弟である。マリー・アントワネットは「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」とは言っておらずこれは濡れ衣だとされている。 キザハットのハットは帽子ではなく小屋のことであるけん玉の発祥は日本ではなくフランス説が有力である。 ヤギは髪をたくさん食べるイメージがあるが実際は髪より草のほうが好きであるコウモリは唯一飛行ができる哺乳類である。 天然うなぎの卵は2011年まで見つかっていなかった蛍の光り方は東日本と西日本で違う。 東日本の蛍の発酵周期は4秒に1回で、西日本は2秒に1回である。イカには心臓が3つある。 タコには心臓が3つあるカメレオンが餌を捕食するときのスピードは時速百100キロほどである。 ガラガラヘビは0.0001度の気温の変化を感じ取ることができる犬には鼻毛がない。 キリンは日本の家庭で飼うことができる三毛猫の99%はオスである。 コアラの赤ちゃんはお母さんのうんちを食べて育つ競争ウの90%は胃潰瘍を患っている。

鈴虫の鳴き声は電話では聞こえないメバチマグロの名前の由来は目がぱっちりしているからである。 ラッコは気に入った石を使い続ける。使わない時はポケットにしまっている。奈良公園の鹿はホルーンを吹くと集まってくる。 すっぽんはくちからおしっこをするみじんこはきけんをかんじるとあたまがとがる博多のしは メキシコ、オーストラリア産である見た目が似ているからという理由でバナナと名付けられたブドウがある。 反射神経という神経はない彗星は一年より一日の方が長い。 サイコロの1の目が赤いのは日本だけである。人間の血管の全長はだいたい地球2周半くらいである。 パソコンのマウスをどれくらい動かしたかを表す単位はミッキーである。女子高生という言葉はイトウ・ハムが商標登録している。 保冷剤と消臭剤の中身は同じであるクリオネの正式名称は裸カメガイである人は ねむっているあいだにコップいちにはいものあせをかく。こもちこんぶのつぶつぶはこんぶのたまごではなくにしんがこんぶにうみつけたたまごである。 ダーツは真ん中が最高得点ではない。サッカーのノルウェー代表はブラジルに負けたことがない唯一の代表チームである。 エイタンテイコナン、ハットリヘイジの、セアカテクドは、原作中で一度も言われたことがない。ガスが臭いのは、ガス漏れに気づけるように。 人間がわざと匂いをつけたからであるチビとハゲは同じ感じである野菜のオクラは英語である 江戸時代にはすでに円周率が3.14だと分かっていたマッチよりライターの方が先に発明された。 ポテトチップスは着火剤の代わりになる何気なく時計を見た時最初に秒針が動くまでの時間が1秒よりも長く感じられる現象をクロノスタシスという。 イギリスに58文字もある世界一長い駅名がある「ラミパスラミパスルルルルルーン」の「ラミパスは」はスーパーミラーを下から読んだものである。 アライグマは餌をあらっているわけではない。氷は電子レンジでチンしてもとけない。 消しゴムが発明される以前は鉛筆を消すのにパンが使われていた。横歩きしないカニもいる。 郵便ポストの正式名称は郵便物差出口である。携帯電話に着信や通知が来ていないにもかかわらず、携帯電話のバイブ機能が 作動しているように錯覚する現象をファントムバイブレーションと言う。心理学的に遊園地のアトラクションは並んで長時間待った方が楽しさが増す。 花火が打ち上げられた時に出るヒューという音は弾が風を切っている時に出る音ではなく意図的に出している音である「性的快楽を得る目的で」 性行為をする動物は人間とボノボとイルカだけである刺身の下に敷かれているシートの正式名称はドラキュラマット。 刺身から出る水分や血液を吸収する目的以外に殺菌効果もある「爆笑の本来の意味は大勢の人が同時に笑うという意味である」。 ルートは、根っこのルートの頭文字の R が由来となっている。ATM でお金をおろすとき、1万円を10千円と入力すると、 千円札10枚で引き出すことができる家具の裏面にカビが生える場合裏面全体にニスを塗るとその後一切カビが生えなくなる。 ぬるい缶ビールや缶ジュースはボウルなどに氷を入れその上で缶をコロコロ回すと数分でキンキンに冷える本という意味のブックには 予約するという意味があるクマという意味のベアーはうむ我慢するという意味もある腹筋は毎日行ってもよいが腕立てやスクワットは 毎日行うと逆効果で筋肉が痩せていく武田信玄は浮気したことを愛人の旦那に謝ったことがある。 SOS は何かの略語ではなく、モールス信号で送信するときに打ち込みやすいからという理由で作られた文字列である。タキオンという物質は、 最低速度が高速で最高速度は無限である東京タワーの大部分は解体した戦車の鉄で作られている。 豚に真珠は日本のことわざではなくイエス・キリストの言葉である世界で初めてテレビに映し出された文字はカタカナの「イ」である。 蛍の光はもともと再会を祝う歌であったチャルメラはラッパではなくオーボエと同じ二枚リードの木管楽器である。 サックスは金管楽器ではなく木管楽器である。ベースボールを野球と訳したのは正岡子規ではなく中間かなえである。 ガラスは物理学上液体である。干しぶどうをシャンパンに入れると沈んだり浮かんだりする。 神経衰弱を一回もミスせずにクリアする確率はおよそ千二十九分の一であるまいたけは人が待っているように見えることから その名が付けられた毛抜きは旧石器時代から存在する北極点で 自身が指す方向はカナダの方角であるブッシュ大統領が就任した時前のクリントン政権はいたずらとして政府庁舎のパソコン数十台のキーボードから。 W の字を外した犬猿の中は英語で「キャット・アンド・ドッグ」というカナリアの もともとの意味は「犬」である「物理学用語には後入りがお先に失礼現象というものがある」。 国際柔道連盟は本部が日本ではなくフランスのパリにある仏像を拝むことを釈迦は拒んでいた。 世界で初めてエジソンが作った蓄音機に録音再生されたのはメリーさんの羊である130年間燃え続けた火事がある。 理想的な椅子の高さを求める公式がある。世界で初めて、武に点々をつけて、武にしたのは福沢諭吉である。 CD の直径が12センチなのはベートーベンの第工が入るようにするためである「インカ骨」という骨がある。 サンタクロースは4世紀のトルコ生まれである超高純度の水は人を死に至らしめる危険性がある。 日本の国家のサザレ石は岐阜県春日村のもので現在も天然記念物として残されているクリスマスソング「赤花のトナカイ」の トナカイの名前はルドルフである羽田空港初の記念すべき第1番機の乗客は虫である。 インカ人はインカ帝国の首都クスコを宇宙の中心だと考えていた海底にも郵便局はある バカボーンのパパはもともと天才だったマクドナルドのマックシェイクは赤ちゃんが母乳を飲む速さと同じように設定されている。 インドネシアとモナコの国旗はほとんど同じである殺人を犯したのに首相になった人物がいる。 グリーンランドは発見者の嘘からその名前が決まったアメリカの大リーグで二塁から一塁に盗塁した選手がいる。 馬車を日本に伝えたのは福沢諭吉である大隈重信の右足はホルマリン漬けで保存されている。 カメレオンはびっくりすると白くなるチアリーダーは昔はほとんどが男性であった。 ラジオ体操の発祥国はアメリカであるレフェリーとアンパイアは別物である オリンピックの第1回大会では1位が銀メダル2位が銅メダルで3位は何ももらえなかったイナバウアーはやったとしても点は入らない。 日本の公用語は日本語ではない桜島のローソンは茶色い。 パラグアイの国旗は世界で唯一表と裏の柄が違うトルコ石はトルコで取られたことがない MSN のホットメールは HTML をもじっている音楽家のバッハもヘンデルもヴィヴァルディもカツラである 国内記録上最大の空から降ってくる氷はカボチャ大の大きさであるナポレオンの絵は画家ダビッドの創造によって描かれた。 人の DNA をすべてつなげると太陽系10個分である「ん」から始まる苗字もあるその苗字は「んがむら」である。